皆さんおはようございます。ティンダールメックボーイ、永久居住のキングタケス、中日の大島信夫さん、ご存知でしょうか。そもそもそう言います。昭和を代表する投手でございます。確かにカーブが武器でございますね。はい。先発中継ぎ両方こなして4年連続2桁勝利をマークし、ルーキーイヤーは20勝とマークし、新人王を獲得しました。その後安定した成績を残すが、しかし5年目以降はちょっと怪我とかで伸び悩み、引退したそうでございます。はい。これも単なる短命プレイヤーとでいいでしょう。まあ、タイプとしては、日ハムで活躍したピッチャー、時の人となった名前が出てこないです。はい。木田勇さんですね。はい。木田勇さんと同じタイプと言っていいですよね。はい。特徴的にね。はい。やはりカーブは打てませんね。ストレートはもう何キロかはそこはわかりません。はい。いやー、短編プレイヤー本当に活躍したのに続かないのはしょうがない。バイバイ。